どうも南翔です。夜の万国ドンキということでスタートしてみよう。まあドンキの中はお昼も来たんですけれども、結構電波が悪いまんまだと思うのでやばいとは思うんですけど、まあとりあえず一応やって始めてみました。夜は昼にも増して人が多くて、まあ、もっと深夜に来ればよかったんでしょうけど、まあ、僕完全に読みを外してしまいました。今嫁も来てるのでね、まあ、嫁が寝てから後だとねもっと静かに来れるかなと思ったんですけど、いや相変わらずでしょうね。カクカクやっぱりそうですか。どうも天さん、どうも。電波不足なんですよね。あ、ボイスは健全。あ、それはまだしも良かったな。でもやっぱりあれですか、画像がカクカク。さあ、ここどれぐらい並んでるのかちょっと見てみましょう。ここにレジがあるんですが、どうですかね、どこぐらいから並んでるのかな。あそこが終点ですね。まだ少ないっちゃ少ない。まあでもレジは一つしかないですね、ここは。サワディカップです、サワディカップ。あ、ジンさんどうも、おはこんばんちは。夜のドンキに来てみました。昼も来たんですけどね、僕ね。画像カクついてるということですいません。中ものすごい電波が悪くて、これは何なんやろ。アイソレートピュア、アイソレートチョコレート。何なんやろアイソレート。嫁から写真が送られてきたけど、どうしたんや。まあ、そもそも嫁と来てるんですけどね、僕ね。あんなとこで写真撮ってましたね。あ、どうもひらりんさん、こんばんは。こんなところに嫁がいましたよ。後ろ向きにこんなとこにいました。アイロベン。そうまでも、ディだから、どう、まんちゃん、観覧が、ふわや、今。昼ドンキと夜ドンキですか。夜の方がね、混んでますね、とりあえず。すごい混みです。あ、これ。この馬のやつってあれじゃないですか、木村さんがはめてるやつじゃないですか。これドンキにあったんや、これ混んでる。いや、結構混んでます、混んでます。夜の方が若干混み気味ですね、やっぱり。カノンパン、出ない。決めない。いや、すごい握り心地ええやん、これ。何？これなってんねや。これもう割れてるけど、これこういうもんなん？それとも破壊されてしまったん、これ。チャイマライ。あ、ルミカライトもあるじゃないですか。このとこ49バーツ。お手頃な値段ですね、ルミカライト。下は、あ、ルミカライトをたくさん詰めてあるだけか。匂いは、匂いですか。匂いは
いたっていい匂い、いいっていうか普通ですよ。あんまり何の匂いもしないような感じです。僕まあ2階ですんでね、下がせあの生鮮食品とかがあるとこなんですけど、こっちはいたって何の匂いもしない感じです。パソコンのセットアップがだるくてやる気がしない。ああそれは僕が本当は最もやる気のしないジャンルの中の一つですね。後片付けの次ぐらいにやる気のしないの。なんか夜になってそういやこのどんどんどんきの歌がよく聞こえるようになってませんか。昼はあんまり聞こえなかったんですけどね。ใส่ไหมนี่ก็มีนะผมพูดใจนี่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 เซเลอร์ฟุกเน่เซเลอร์ฟุกน่ะ間からこのへそとかあの胸の谷間も見えてるってそんなやつですか。な発売していいんかこれタイで。ああなるほどね。昼間いや音楽つけ忘れた。確かに確かに、うん、そんな感じはすごいしますよ。なんかね、出口付近で小さく聞こえてたんですけどね、どんどんどんきは。でも夜になってあれですね、あのさらにパワーアップ、すごい熱気ですね。あのめちゃくちゃ冷房は効いてるはずなんですけども、あのそれでも店内暑いっすびっくりする。ドンキの歌は何カ国バージョン数があるんか。ああなるほど。でも今流れてるのってこれ何なんですかね。これ日本のやつとは違うんですか、どんどんドンキ。今のとこ聞こえへんかったぞ。あタイ語じゃないですか。みんなな。タムナ。ケーマークはこっちは最後とんにまいこいきやわ倒れへんね。あほんまやこれドンペン言うんや。そうなんやこれドンペンなんやな。もこっちのはドンキホーデとは言ってまあ言ってないでしょうね。あのどんどんドンキっていう名前ですもんね、大体名前がね。どんどんドンキってまあ確かにどんどんどんドンキ、そうか、その後ドンキホーデって言ってんのかな。どんどんどんドンキドンキドンキなんですかね。ドンキだらけですね。ドンキ殺人もまあ、あちこちで起こってるよ。やっぱあれですかね、画面カクカクとかは相変わらずですかね。ちなみにね、さっきあの僕 YouTube ライブで始めてみたんですよ。ここ歩いてくるまでは YouTube ライブやってたんですよ。でも YouTube ライブの場合は途中で再接続できなくなって終わってしまいました。やっぱり電波の通じないとこの YouTube ライブはちょっと使えないっぽいですね。どういうの？
あ、電波いいんですか。あ、そうなんですか。ちょっと出口付近に近づいてきたからですかね。でもここもまだ外からは遠いんですけどね。ちょっとそうなの見てない。あ、いや、お昼にね、ちょっと夕方あたりにちょっと実験してたんですよね。 YouTube ライブどうかって言って。で、あれはいいんですよね、やっぱり YouTube ライブ、ちゃんと電波行ってたら、すごい発色はいいんですよ、やっぱり。というか、はっしゃっきり見えるというか。YouTube ライブ通知来なかった。ね、それをね、またもや、太一さんが調べてくれたんですけども、どうも、その通知に関しては、1日何通で書いたかな、ちょっとパーッと見てすぐ出てきたんで、はっきり読んでないんですけど、1日3か5かどっちかだったと思うんですけど、3通か5通ぐらいしか通知は来ないらしいっていうのがまず一つと、もう一つは、通知が遅いのはもう、YouTube ではもう本当いつものことみたいな、なんかユーザーの書き込みがあったりもして、やっぱ、その辺に関しては随分問題が残ったまま放置状態みたいですね。キャスもやってなかったか。お昼ね、キャスなんです。そうです、そうそう、キャスやってたんですよ。ずっとキャスやってて、本当に終わり頃にちょっと YouTube ライブの話を僕がし始めたのかな。で、 YouTube ライブは本当お試しです。ただ単に本当にお試しあっただけですよ。だからもう、YouTube ライブも短い時間で切ったし、見てくれたのもあれでしたよ、ヒラリンさんと太一さんとデンさんと3人だけでした。通知遅いと配信ね、見られない。まあそれそうなんですよね。だからやっぱり通知が大事かなっていうのは思いますね、僕も。で、一応ね、その通知を確実に出せる方法もあるっぽいんですよ。それも太一さんが調べてくれたんですけど、あるっぽいんですよ。ただその方法をやると、僕が例えば、YouTube でいいねを押したり、あと何かアップしたりすると、それがこう入るごとに通知が出るらしいんですよ。で、今特に僕、キャスのこのログを主だったものだけ YouTube にアップしてるじゃないですか。あれ1日にやっぱり、前はちょっとやりすぎてね、本当にもう100本以上ボーンって上げてしまいましたけど、そこまでのことはもうやるつもりないんですけど、やっぱ上げるときって10本20本ぐらい上げるんで、それも深夜に上げるので、キンコンキンコンキンコンなり続けたら、これ話にならないでしょ。例えば、携帯でね、アラートが来るようにしてる人っていうのは。だからそれはもうアップしてから後にしようかなと思って、アップしきったら、まあそっからはそんなにね、ガン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 通知がいくような形にならないと思うので、そっからにしようかなと思って、おーってそうなんですよ、そうしようかなと思ってます。まあだから YouTube ライブも本格的にやるとしたらそっからですね。そっからはできるかなっていうことですね。あとはちょっとめんどくさいけども、それまでの間とかを考えると、まあ例えば、Twitter に、まあ貼って、今から始めますよって言って、であれですかね、チャンネルの、僕の、昼寝昼寝というチャンネルなんですけど、あのチャンネルの、トップのところの、アドレス貼り付けて、まあ、いついつから始まりますとか、もうすぐ始まるよとか貼り付けといて、そこ見てもらうということですかね。ただそれもちょっと話しながら問題点を思いついてしまったんですけども、それもやっぱりなんだかんだ言いながら、あれかもしれないですね、始まるよって言っても先に、リスナーさんが開いてしまったら、あれページの更新かけない限り、ライブ始まりましたっていうの分からないらしいから、それも問題ですね。やっぱりあれですね、もうちょっとこう、例えばまあ、アップロードのとこが終わってがやっぱり一番いいんかな。アップロード終わってからアップロードのお知らせがチャンネル登録者に入るようにっていう、まあ、それそっからですかね、やっぱりとは思います。やらやお前
うまい。さあ、まあそんな感じでこう夜のドンキをこうお知らせしお届けしてるんですけど、まあ、昼間にさすが来たんでちょっと夜に新しい発見がないそれちょっと悲しい。あ、でもこれは良さそうやな。エレファ、あ、 USB チャージャーもついてる。あ、これいいやん。 USB のチャージャーもついて 550W。難燃樹脂使用、集中ブレーカー、対雷サージ、対雷サージかな、ネオン独立スイッチ、 USB チャージャーが2個、デバイスタグ付き。え、デバイスタグってどういうことや。デバイスタグ、あ、刺すところにこうやってタグを貼るシールみたいなの付けられるんや。あ、これいいじゃないですか。5メートル、長さもちょうどいいよ。うわー、これもうちょっと、まあでもあれか、あの前にテーブル買ったので半年ほど前でしたけど、まあそれはそれはちょっと違うよね。あ、でもこれも USB ポートついてるじゃないですか。2個だけで 290W、 3メートル。あ、エルファって同じ会社じゃないですか。これこれいいじゃないですか。まあまあ2個っていうのはちょっと僕少なすぎるんでこっち買いますけど、買うときは。これいいのあるじゃないですか、これ。あ、UFO 型のもある。あ、これにも USB チャージもここ2つついてる。3メートル、290W、 安いぞ。え、こっちは325って何が違うねん。ロックアウト、ゴーアウトレッツ、ニュー USB ポーツ、何が違うねん。全く違いが分かれへんぞ、俺には。何が違う、あ、これあれじゃないですか、夜の担保に絶対いいやつじゃないですか。めっちゃ光るやつじゃないですかね。この一角だけはね、ちょっと人がたむろっててお昼見なかったんですよ。それ見といて正解でしたね。これは何なの。首は中型犬、全然関係なかった。俺には全く関係のないコーナーだった。って言っても将来犬飼いたいんですけどね、飼えるようなとこに暮らした試しがないんですよね俺。ティッシュとかどうなんですか。セロックス117、安いんかな、まあ、ちょっとだけ安いんか。あ、こっち99、これ安いわ。違いのわからない男南翔、それそれや、それ、ほんまにほんまにそれよあ、これ安いぞ。39W 安いぞ。よし、今度これ買いに行こうよ。これは安いよ、どう考えても。あ、久しぶりにアドモ見たぞ、 25W。あ、ここに耳栓あったぞ、抜群のフィット感。これなん、ないくらするの。79W。でもね、多分なんですけどこの大きさだったらちょっと大きすぎるんですよ僕にはね。これはおそらくあれです、ダイソーで買った方がいいと思います。あ、こんなところに岡本さんがいらっしゃるじゃないですか。あ、この岡本さんはでもなんかそういう世界で大人気と聞いたんで、これからここに買いに来る人多くなるんじゃないですか。なんか大人気らしいですよ。これがちょっと残念だったんですよね、この歯間ブラシ189バーツ。これやっぱり日本の方が絶対安いもんな。あ、舌クリーナーがある。おっと、これでもこの1種類か、これちょっと やばいタイプですかね。全然おえっとならない舌クリーナーを僕
今使ってるんですよ、日本で買ってきて。それめっちゃ重宝してるんですけど、あれの替えのやつ欲しいな。そういう世界、まあまあまあね、あの岡本さんをね使うような世界の話ですよ。うお、これ安いじゃないですか。俺が300何十バーツで買ってきた歯ブラシ、ロープライスになってくる195バーツで売られてるじゃないですか、3本のセットで。めちゃめちゃいいじゃないですか。マジっすかこれ。そういうあれですよ。あ、カニトさんどうもこんばんは。どんどんどん聞きました。あのバンコクで、あのドンキホーテ今日開店なんですよ。日本ではもうね日にち変わってしまってると思いますけど、あの金曜日ね、こっちまだギリギリ金曜日なんですけど、そのドンキが初めてタイでねオープンということで、もうものすごい人気なんですよ。もう人いっぱいで、そして僕はやめたはぐれてしまったみたいなね、そんな流れなんですけど、この辺もしっかりは見てないぞ。これシャーペンやろ。別にシャーペンとかはいいねんな。あの三色ペン、あるやん、これミッキーマウスの三色ペン。三色ペンはちょっと欲しいな。でも今日いるわけじゃないんで、まあやめときましょう。あ、台南行って、あ、もう帰ってこられたんですね。行って沖縄経由でか、あーいいっすね。沖縄はじゃあ何ですか、ただ単にトランジットですか、それともストップオーバー的に泊まってこられたんですか。あ、今日開店なんですよ。そうそう、今日開店なんですよ。タイ初ですよ。なんかね、これもニュース、僕あのうろ覚えなんですけど、バンコクと同時になんかどっかも多分オープンしたと思うんですよね。なんか3店舗ぐらい、どこやったかな、香港やったかな、なんか海外店舗が一気にオープンみたいなニュースだったような気がします。ような、あ、角型版が、あ、ちょっと待って、これ、あ、179バーツやん。あ、これは安いぞ。あれ違うんか、349、どっちやねん。あ、これが179で、これ売り切れたいうことか。これ、それはわかるわ。349円、びっくりした。めちゃくちゃ安いな、本当。迷子のショー、そうです、この迷子のショーに今、迷子ショーに突入してます。次にあの感動の再会ショーがのショーがやってくるんですけどね。はぐれたら奥さんが歯磨き芯を見ればどこにいるか見つけられる。そんな起点が効くでしょうか。僕は効かないような気がします。せいぜいあの多分電話してくるんだと思います。で今どこにいるっていう説明をしてくれるんですけど、その説明が例によってちっともわからないっていう。そういうことに僕はなってるような気がするんですけどね。何回もここへ出てくるな。嫁は本当にこの階にいるんでしょうか。少なくともこっちの俺が歩いてるサイドのとこにはおらんっぽいな。台南ところでどうでした、カリントさん。ちょっと音声も途切れ途切れかな。ちゃんと入ってるかな。美味しいもの食いまくりましたか。トランジットですね。あ、トランジットだった。5時間半くらいあったので、瀬長島ってあるんですか。おお、それ知らなかったです。瀬長島は、瀬長島で夕日見てから国際通りブラブラ。いいっすね、夕日見た後に国際通りブラブラですか。
あの夕日を見れるっていうのはすごい贅沢なことですよね。旅行中いつも思うんですけど、俺この時間はほんまに仕事してるよなみたいな。海南めちゃくちゃ良かった。いいっすね。あ、やっぱり嫁いました。発見できました。こっちサイドにいたんですね。スーオスーコダイタワートンロー。あ、にみゆな。みみ。ポンポンマ。ケプアユ。みよ。たわ、ケプアイゴ。ポンハーチュードアイ。たわ、なーちゃケプアイティー、関係、サイ、ティーサイ、関係。長瀬島は、那覇空港のすぐに、あんなところの島なんですね。あ、っていうことは、ものすごくちっちゃな島で、っていうことですか。まあそうですよね。だってまあ5時間半なんですもんね。さ あんまり遠出はできないですもんね。そうか。台南、台南結局何食べたんですか。俺もメシの話ばっかりなんですけど。どんな気持ちですか。あもあ気に入る。マヨヨーズ、ワンチャン、あ、まあ、ワンストックは、ちょっと日本ユー。あ、これは何でしょう。あ、これ縄跳びか、ただ単に。縄跳びっぽいですね、これね。まあ、何でしょう、嫁が引っ張っているの。これ何ですか。これ何ですか。何ですか。これ何ですかって聞いたら運動しか言いませんね。牛肉タン。サバヒ、あ、サバヒね。あ、サバヒすっごい台湾っぽいですね。フルーツや豆花って何やろ。なんかそれ中国で豆花っていうのよく見ますね。雪花水、石化水、それは何やろう。それも見たことあるような気がするんですけど、あ、赤字化現象。ちょっと一回切りましょうか。どっちみちこれあのプチ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 してるようなあのあれだと思うので一回切りましょう。どっかでちょっと僕とりあえず一回切って外へ出ようかな。スーオメスアベケプアベケプユッティナンホモオカイティニーノイナカバニー。豆花は甘い豆腐。あ、そういうものなんですか。豆腐なんですね。あ、ちょっと意外でした。あ、そうなんや、豆腐なんや。でこの雪花水はなんですか。雪花水ってものすごいなんかベタベタやな。俺もちなみにこれドンドンドンキこんな感じです。なんかまあドンキホーテっていう名前ではやってないんですよね。ジャパンディスカウントキングね、こんな風になってます。あ、ちなみにここガチャが並んでますね。あ、ふわふわのかき氷か。あ、名前からしてそうでしたね。よくよく見てみるとそういうことか。これいくらできるんですか。 150? え150バーツすんのこれ。あ、でっかいからか。あ、そうか、台湾とか韓国の今あれですよね、かき氷大ブームなんですよね確かね。もうクローズド、トゥモローオープン10時。あ、そういうことね。だからソールドアウトってこれ単にキャントユーズってまだこれこの時間はオープンさせてないいうこと。ちなみにツルハドラッグあるんですけど閉まります。一回切ります。